皆さん、こんばんは。私の名前は佐藤正樹と申します。よろしくお願いします。ちょっと今映像というか、ちょっと共有ですね。画面ちょっと出しますので。では始めたいと思います。自分自身、自分についてですね、ちょっとご説明させていただきます。出身地ですね。出身地が山梨県富士吉田市。富士吉田市になります。で、現在生活しているところが、静岡県の三島市になります。で、現在のですね、職業なんですけども、デフアスリート。で、アスリート雇用をされています。僕が年齢3歳の時にですね、肝音性難聴っていうのが発見され、分かりました。はい。で、山梨県立の、ろう学校の、幼稚部に通いました。母と一緒に通いました。で、幼稚部卒業した後ですね。はい。で、小中学校、地元の小中学校に、通いました。はい。で、授業が終わった後、放課後ですね。通級指導ですね。通級指導で、ろう学校の先生と、一緒にですね、勉強を、教えていただいてました。はい。で、高校してから、母とですね、母から、要は家から出まして、下宿をしてました。で、山梨県立、甲府工業高校ですね、通いました。で、そこの近くちかうら先生ですね。ちかうら先生に教えていただきました。で、高校を卒業した後ですね、トヨタ自動車に入社しました。で、8年間そこで働きました。で、去年なんですけども、1月1日から、今の仕事を、KI スター不動産という会社に、で、不動産という会社で働いてます。
ろう学校時代なんですけども、声あの発声の練習がいっぱいあってですね、で、あの、声、あの、発声の練習って非常に厳しいんですね。で、先生がですね、あの、母親に怒られる。怒られて怖いと。あの、お母さんが、先生怒られて怖いと。あの、泣いてたんですね。逆ですね。先生、お母さんが怖い。あ、そうですね。で、ろう学校それで嫌になってしまいまして、もう一切しゃべることをやめました。小学校の入学式ですね。入学式の時ですね。友達全然いなかったんです。もう本当孤独な状態で、もいつも一人ぼっちでしたね。で、なんですけども、初めて一人だけね、初めて入学式で柔道。一人だけ。優勝ね。初めて、柔道で優勝。初めて、柔道で優勝しました。はい。柔道の大会で優勝しました。はい。時に、メダルをもらいました。で、みんなにですね、報告、そのようなメダルを取ったことを報告したんです。したら、すごいねって言われて、もうみんなからすごいねって言われてですね、初めて友達ができました。もうそれがすごく嬉しかったですね。なんですが、学校でですね、やっぱりついていけない、部分が、ありました。はい。友達関係ですね。悩みがあったんですけども、通級指導が始まった時に、やっぱ悩みの相談がやっぱできなかったんですね。はい。で、それがなんでかって言いますと、ろう学校時代に嫌な思い出しかなくて、それがやっぱり残ってたからなんですね。で、やっぱりちょっと相談ができないなと、いうふうに思ってました。で、中学時代ですね。で、
僕は耳が聞こえないので、機械の聞こえないのがすごい嫌でした。僕は周りはみんな聴者ばっかりで、僕だけ聞こえない。やっぱりそれはすごい寂しかったですね。寂しかったっていう思い出があります。なんで俺ばっかりっていうふうに思ってましたですね。聞こえないのはとても嫌でした。補聴器をもう捨てようかなって思いましたね、本当に。はい。補聴器ゴミ箱に捨てた。実際補聴器をゴミ箱に捨てました。で、とにかくですね。とにかくはもう そんなムカついてましたですね、当時は。で、高校時代はですね、担任の先生に、担任の先生に会ってですね、言われた言葉があります。あ、言われた言葉、はい。あ、足早い。足早い人がいる。大きな人、足が速い人もいる、大きな人もいる。はい。呪いでいい。遅い人もいる。はいはいはい。遅い人もいる。聞こえないこと、あ、聞こえないのはこう個性だと言われました。はい、それを言われて、私聴者を見て、もし聞こえたらって考えたことがあるんですけども、もうそれやめました。努力すれば聴者と同じことができると思いました。柔道を始めたのは5歳から始めました。で、きっかけは僕は兄弟いるんですけど、3人兄弟なんですね。はい、で、上これ長男ですね。長男も柔道着をそれに関してすごい興味がすごくありまして、僕はその愛の柔道着を取っちゃったんですね。はい。で、そういうことがありました。はい。
で、僕の得意技なんですけども、背負い投げですね。背負い投げと、袖釣り込み、袖釣り込み腰ですね。釣り込み腰です。で、今までの、大会での、まあ、実績、成績ですね。いろいろメダルは取ったんで。いろいろ。いろいろトロフィーももらいました。はい。僕は初めてですね、ローの、世界大会に、参加した、のは アジア大会ですね。はいはいはい。初めてアジア大会に参加しました。7年前ですね。7年前のアジア大会に初めて参加しました。はい。で、その結果は、優勝です。はい、優勝しました。で、去年ですね、世界大会がありまして、結果は、準優勝でした。で、今年ですね、デフリンピック、がブラジルであったんですけども、結果は、5位。です。これ非常に悔しいです。はい。で、今日手話がテーマということで、僕も手話学生時代に手話は学生時代に。なんとなくテレビ見ててですね、知ったんです。ですけど、実際には覚えられなかったです。で、社会人になって、覚えました。で、もともと、その手話を覚える気は全くありませんでした。じゃあなんで覚えたのかって言いますと、僕の好きな女性が、のために覚えようと思いました。で、今日はですね、今は地域で、手話方針養成講座の講師として活動しています。手話は奥が深くてですね、すごい楽しくて面白いです。楽しいです。今から、
去年のですね、大会の写真を、ちょっと、共有したいと思います。これ、この写真、集合写真ですね。これ、リオ。あ、去年のフランスだ。フランス大会の時のあの集合写真になります。3人で、選手3人でね。と、指導者、諸子田先生ですね。諸子田先生がご一緒してくださいました。ふとう。と先生。はいはいはい。OK。はい。がご一緒してくださいました。で、手話通訳が一緒にいました。ちょっと待ってくださいね。あ、オッケー、オッケー、オッケー。これが、ちょっと試合の時の写真かな。これ、ろう者柔道大会の、なんですけど、これ、視覚障害の方も参加してたんですね。はい。要は、あれだよね。朦朧だよね。朦朧の選手も参加してました。で、これはこのルールが初めから組んで始めるっていう、で、審判が、背中を叩いてですね、始めと。組んでやった試合です。でもこれちょっと結果問題があるだと思います。私はルールがブラインド柔道のルールなので、だから それはブラインドのルールなんでってこれはろう者の大会なのに、なんで参加できるのかなって思いました。だからそれがちょっと、理由がちょっとよくわからないんですけど、で、そういうことがありました。僕の写真はですね、あ、僕の挨拶、はい。あ、決勝。決勝で僕は負けました。これがとても悔しいです。
ああ。僕はこの時悔しくて、もう大泣きしてたんですね。はい。で、その写真ですね。これスタッフにですね、笑え笑えと、ニコニコしろと、笑え笑えと言われて、笑ってって言われて、それはちょっと嬉しかったですね。で、ね、泣くのやめました。で、これスタッフがない。スタッフももらい泣きをしている写真です。今日は、今回 の, リオブラジルのオリンピックは、まあ、ショックな結果と、ショック5位っていうのがすごいショックな結果でした。本当はですね、嬉し泣きがしたかったんですけども、またですね、悔し泣きをすることになってしまいました。まあ、次は東京ですね。東京の時は、嬉し泣きをしたいと思ってます。で、これ次最後です。見えない。最後になるんですけど、最後の言葉になります。はい。人を排除しない。代わりに、長でも老でも関係ないです。排除しない。だから、人を認める。で、仲間を作る。老、長、関係ありません。関係なく友達を作るということですね。